ちは、白川隆光のスノーボード大学、本日も始まりました、ということで第1回第2回にわたって乗り物から考えよう、そして足場と重心から考えようというテーマでお話をさせていただいたんですけれども、実際に足場と重心っていう関係も、まあ、皆さんの身近にあるものの中で体感できるというエクササイズというか体感できる動きですねを紹介できたらなと思います。そうした観点からも、まあ、ぜひ、足場と重心ってこんな大事なんだ、あ、足場と重心っていうのはそうじゃないと運動ができないんだとか、力って出せないんだ、踏むとか伸ばすとか押すとか言ってるやつってできないんだっていうのをぜひ深めてもらえたらなと思います。まあ、まず、キーワードとして足場と重心があった中で、足場から、まあ、例えばこれ重心としてください。重心がこの足場の真上からはみ出たらこうやって傾いて倒れたっていう風になるっていうのはなんとなく想像つきますよね。ということで椅子を使って、やっていきたいなと思います。で、まあ、椅子に座っていただいて、最初は、まあ、普通に椅子で座って立ってっていうのをやるんですけれど、まあ、普通に立ちます、座りますっていう風にやると、まあ、大体みんな同じ動きになってくると思います。で、ここで一つ条件をつけたいと思います。上体を1ミリたりとも1度たりともまず動かさない。そして足場ですね、足場に関してもこう引いたり遠くにやったりっていう風に動かさない。で、立とうとしてみたいと思います。これをやってみましょう。ということで、いきます。せーの。ってことで、まあ、やっていただくと多分分かるんですけれど、なんか足裏で地面を踏もうとか押そうとか足伸ばして力出そうというふうに思っても、なんか何もできないっていう感じになると思います。ここに結構大事なヒントが隠れていて、今足場っていうと、まあ、一応椅子も含めて足場になってしまうんですけれど、重心に関しては、まあ、大体このおへそあたり、体の中のおへそあたりっていうふうにはなってきます。で、立ち上がろうとしたらお尻って浮きますよね。そうすると足場ってどこにあるかって言ったら、このつま先とつま先、かかととかかとを結んだこの四角形のこの空間の上に重心っていうものがないといけないっていう足場はこの上なんですよ。ってことは、ただ座って椅子無視して関係ない位置関係で考えた時に重心乗ってないっていう話になります。そうすると実は、まあ、さっきの絵面の通りで動けないし力出せない、運動できないっていうことになってきます。じゃあ次は上体動かしていいので、ぐーっとこう上体だん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 前に動かして動かしてって言ったら、前に来れば来るほど、あ、なんだか足裏で力が出せそうな気がするというのが多分感じられると思います。で、あるところまで行くと、あ、これだったら立てるわっていう風になってきます。というのも、上体姿勢を変えました、股関節曲げました、屈曲しましたっていう風にやると、重心の位置はどこ行くかって言ったら、だん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 こうやって前に前に前に出てきます。体の外に出てきます。そうすると足場の上に重心が乗っかったっていう、このかかととかかとのラインを越えたら、これでようやく足場の上に重心がある時点で僕たちは運動ができます。もちろん今みたいに力を出す側じゃなくて、しゃがんじゃった潰れちゃったであれば、椅子さえどかせばもちろん下側には動けるんですけど、上側に向かって働きかけをするっていう風にやるやり取りに関しては、絶対に足場の上に重心がないとできないですよっていう話です。まだまだいろいろこのパターンで工夫できることはあるんですけれども、まずは板っていう上でもエッジで削った雪の壁、雪壁の上に重心がありますよっていうような関係を作るというような話と、こうやって陸上で室内で地面で足場の上に重心がないと力を出したり運動っていうふうに言ってるやつができないよっていうのを今日は
ぜひ、一つの知識として知っておいていただけたらなと思います。ということで、本日のスノーボード大学の講義に関しては以上で終わりたいと思います。今日の動画も、気に入っていただけたらぜひいいねと、そして、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。